つる、しこ、さぬきうどんに、この、すぐれもの。長谷、松茸の味、お吸い物。うん、うまい。まさか香味ペーストの中華スープとうどんがこんなに合うなんて、まさにこれは革命的なうどんですよ、母さん。あら、いい匂い。これ一本で麺、スープ、炒め物、クックドゥ香味ペースト、白飯もいける。なるほど、焼き塩うめぇ。醤油味も蕎麦の風味と喉越し、うん、ザル蕎麦もまさに生蕎麦食感、うん、うどんのコシ、つるみ、袋麺は食感で選ぶ。聞いて聞いてる、鴨出汁が効いてる、鴨出汁が効いてる、鴨出汁が効いてるですよね。鴨出汁そばは西のどんべ。今週もお疲れ様でした。みんな1週間頑張ったよね。これパパのだよ、パパのだ。こっからパパね、うん、これパパのお肉だったよね。肉の前では父も子もないんだよ。野菜ばっかだもん。ピーマンだよ、はい、これ食べたらいいでしょ。締めは焼きラーメン。おー、さあ蒸らしたら おこげができるまで待機。このひと手間が I love you。 おこげパリ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 しちゃう。はい、おいしいとこありがとう。パパ優しい。札幌一番が焼き肉になりました。こだわりの男、陶芸家香取慎左衛門。そんな男が認めたこだわりのラーメン、麺がツルツルじゃわい。一口100年早いわ。金の麺セブンプレミアム、スープもうまい。食欲全開、クックドゥチンジャオロース。とろふわチキンラーメン、とろーりふわーり、エンジョイチキンラーメン日清。俺流、俺がなかなかの優れもの。永谷園松茸の味お吸い物。うん、上出来。知ってた？松茸の味お吸い物でパスタができちゃうんだよ。お吸い物入ります。パスタパスタ、松茸の味お吸い物、永谷園。絶対ハマる。松茸の味お吸い物で旬のキャベツとパスタを茹でて、それちゃちゃっとキャベツのパスタできた。松茸の味お吸い物で。ハノイの朝は野菜たっぷりのフォーで始まる。サラダ、お米の麺、スープ、はあ、こりゃありだわ。ハノイのフォーは優しいフォー、エースコックから。これとこれ。ありがとう。ハノイの昼の定番はしっかり出汁の効いたフォーとお昼寝だそうです。ハノイのフォーは優しいフォー、エースコックから。ぶっというどんにジューシーな名物揚げ。本当にどん兵衛が好きなんだな。はい、こだわりましたもんね。おいしそう。どうだ。はい、そう、この味、日本のうどん、日清のどん兵衛。まっすぐなそばと麺を引き立てるうまいつゆ。幸せね。もう一度。シャキッとした食感ですすり心地のいいそば。心にも体にも染み渡る出汁の効いたうまいつゆ。本当に幸せね。もう一度。何ちゅうことはいい。日本の年越しそば、日清のどん兵衛。良いお年を。ついに生み出したのね、この濃厚なコク。このつゆさえあればあとは何にもいらないな。俺たちもいらないんですか。まさか。弟子もつゆも育ててこそうまくなる。なんちゅうこだわり。日本のうどん、日清のどん兵衛カレーうどん、カレー南蛮そばもどうぞ。